こんにちは。体の枝10枚勝負です。今日は2020年の10月15日、16日に入ってしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の値段は、11.25 円ですね。はい、昨日とあまり変わってないです。ただ、これちょっと週足で今開いてるんですけど、週足で見ると、結構大きく変わっておりまして、はい、ここにレジサポラインを引きますと、これがちょうど10円なんですね。で、10円のところを、ここのね、2.5 円ぐらいからガーッと突き上げて、まあ一瞬止まったけども、突き上げて落ちてきて、このね、線で揉んで、下にね、ヒゲだけ出してからまた反発しようとしてるというところですね。はい。これを、まあ今までと逆ですけど、1時間足とかね、小さく見ると、16円から、落ちてき、あ、これ12円か、そうですね、16円の次の、高値が12円ですね、12円から、落ちてきて、また揉んでいて、ここら辺がレジサプライになっているという感じになると思いますね。で、この線上で、揉んでからどっちに行くかと、まあ、おそらく上でしょうけども、まあ、またね、下かっていう時もあるかもしれないので、よく見ていきたいと思います。では、ツイッターの方で情報を得たいと思います。はい、今日はまずこれかな。プーカルダの3、クワントスタンプ CEO リチャード・マ・セズ・ザ・カルダの Will Become Second Largest DeFi Platform ということで、DeFi 分散金融の世界でも第2位ということですね。はい、で、アフターイーサリアムと、まあ、イーサリアムが今、一番広まっているというのは間違いないので、で、ADA for the Clear Advantage of Third Competitor と。いうことで、ここを見ると、これカルダノですよね。で、イーサリアムですよね。で、カルダノが、まあ、ここにあるっていうのは、いつも、この12月の、とか10月か、10月に限らず、ずっとね、だいたいここにいるということで、我々の安心材料になっているというところもありますよね。はい。で、まあ、この、イーサリアムがあるものの、まあ、この実際にね、イーサリアムがすでに広がっているということと、まあ、カルダノが今開発していて、これからだというところを見比べると、まあ、この差もね、この見えてるこの差だけではないなということで、さらに安心材料かなというふうに思います。はい、次にカルダノファウンデーションですけど、Listen to New CEO ということで、ちょっと見てみたいと思います。はい、カルダノ財団のフレデリック・グレガード最高設計責任者が暗号バレー、クリプトカレーですね。あ、クリプトバレーか。クリプトバレー、と将来について話し合うということで、ちょっと短いので読みますね。カルダノ財団 CEO フレデリック、グレガード氏が、スイスに拠点を置く独占インタビューでカルダノの将来に対するビジョンをご解説したことを嬉しく思いますと。耳を傾けるためのインタビューはフェデリックの財団の CEO としての最初のパブリックアドレスの一つであり、広いブロックチェーン業界に関する彼の見解に耳を傾け、彼の動機と情熱についてもっと学び、彼が現在及び将来にカルダノ財団とカルダノブロックチェーンを操縦する場所を探ることに興味を持つことを願っていますということで、クリプトバレーは何ですかと、スイスは規制環境と歓迎度、新しい金融サービスの革新に対する先進的なアプローチで長い間有名であり、分散型技術及び関連する金融商品に特に優しく取り組んできました。ブロックチェーン技術の導入と採用を促進するためにクリプトバレー協会はスイスのツークで結成されましたと。DLT と金融技術革新の賑やかなハブと。まあみんな集まってきてるよということですよね。クリプトバレーは13年7月にヨハン・ケバースによってブロックチェーンのハルシオン時代に設立されました。最初にスイスのブロックチェーン業界では働く個人やスタートアップをサポートするために開始されたクリプトバレーは暗号スタートアップのファシリテーション環境以上のものとなり、代わりに共通の目標に向かって取り組む DLT プロジェクトのリーディングエコシステムに変わりました。需要を満たすためにクリプトバレー協会は2017年に設立され、スイス全土および世界中のブロックチェーン技術の範囲を調整加速拡大することを目的としています。暗号バレー協会は現在、PWC やトムソン・ロイターなど多国籍企業やカルダノ財団やそのパートナーである、なんとかとおなじみのブロックチェーンフィンテック組織を数えています。私たちのコミュニティの多くが知っているように、ツークはカルダノ財団の本部の本拠地でもあり、財団は長い間クリプトバレー協会との、綿密な協力と理解を享受してきましたと。これには国際信頼ブロックチェーンアプリケーション協会、
への共同参加、グローバルデジタルファイナンスグループへの共同参加、財団の複数の取り組み、国とバレーワーキンググループの参加など共通の目標に向けた取り組みが含まれます。同様にカルザの財団はクリプトバレーベンチャーキャピタルアームズに紹介されています。クリプトバレートップ50に3年連続で紹介されていますよということですね。で、ポッドキャストがここにあって30分ぐらいのインタビューがありますね。で、私も見たけども、まあ、ちょっと正確には聞き取れないんですけど、英語なので。ですけど、やっぱこれからね、将来を見つけて、見据えて、やっていきたいんだと、50年100年とやっていきたいんだということで、すごいね、信頼のおける CEO だなという感じを得ることができますので、ぜひ見ていただけるといいかなと思います。はい、次にですね、カルダのステーク、チームプルータスさんというところなんですけど、アナザカルダのプール、リタイアリング、プリーズシェアトゥースプレッドアウェアネスということで、このクラブさんって、カニのマークがどこかで使われてたと思うんですけど、が、リタイアリングということですよね。はい。マージン0でブロック11ということでやってこられたということですけど、でも、サチュレーション 2.8%、500A では45人の委任と、いうことで、どういう理由で辞めてったのかというところが分かりませんけども、ちょっと残念ですね。はい。500だけでやっていけなかったというのがまた、まあ、そういう理由なのかどうかは分かりません。はい。はい、で、一方でですね、この夢見る暗号通貨マンという方は、ノードの立ち上げはうまくいったものの、ディスク容量が小さくて、ポック読み込み途中で停止と。250GB あるので問題ないはず、メモリ 4GB なので大丈夫かな、とりあえずノード立ち上げまではやってみようということでね、ここに奥に見えるのが、BTBF さんの提供されているマニュアルとかね、日本のコミュニティに対していろいろ教えてくれるサイトが開かれていると思うんですけど、そこでね、見ながらこの方が頑張っていると、時々ツイートされてて、なんか着実にね進んでる感じがして、なんかすごいなと思いますね。だから、ちょっとプールをやってみたいかなという方は、ちょっとこの方の進捗とか見てて、自分にもできそうかなとかって考えてもらえるといいかなという気がします。はい、次にカルダニアンさんですけど、バンクレスソサイティ・ネビタブルということで、銀行がなくなる社会はね、もう、必ず来るということですよね。はい、ただ、カルダニアンさんは、He also expects that banks will be still needed for lending と。まあ、お金を貸すっていうところに関してはね、まだ銀行が残るんではないかっていうのって言ってますけど、そうじゃないよと言ってますね。はい、カルダノがカルダノがあるので、レンディング、お金の貸し借りもバンクが、銀行なしで、いけますよと言ってますね。はい、ちょっと一部だけ読んでみます。数十億ドル規模の投資マネージャー、モルガン・クリーク・キャピタルの最高経営責任者によると、技術の自然な進化により銀行レースの世界は避けられないと。同社のマーク・ユスコ CEO は、ビットコインのような暗号通貨によって動かされる沈黙革命が最終的な世界を銀行列車化に導くだろうと考えていると。ブラジルのダッシュに焦点を当てた YouTube チャンネルのインタビューで、ユスコは世界中の人々が時間内に暗号を通じて自分自身が銀行に入れることに容易になると言いましたと。銀行列車会でに関する彼の主張にもかかわらず、 CEO は銀行が完全に消滅するというと意味ではないと次のように述べていますと。銀行は暗号を中核にして進むために貸し出しデジタル通貨デジタルフィアットを行う必要があります。しかし我々は世界の国境なき世界に移行し、国民国家の重要性が低くなるという考え方はグローバルシステムにより重要になり、単一国家の市民とは対照的に世界の市民になることができますと。はい、まあ、ここまではね、一緒ですけど、先ほどあったように、この後ろに、おそらく出てくるのかな。あまり言ってないか。あまり言ってないけども、まだね、レンディングサービスとして銀行が残るというところはね、まあ、体のがあれば、そんなこともないよということで、はい、非常に楽しみ。ただ、やっぱ個人に、どっかに今個人という言葉がありましたけど、やっぱ個人でできるかどうかっていうところがね、非常に大事になってくるので、そこら辺がいずれちょっとね、問題っていうか、そのユーザーインターフェースみたいなのが重要になってくるかなという気がしますね。はい、では、ね、値段に戻ります。11.28 ですね。はい、計算しますと、58,066円のプラスということになりまして、58% のプラスですね。
今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。